ちゃん。はい、チョコレート。お、ありがとう。あ、今日ってバレンタインか。一応女の子なんだから、そういうイベントくらい覚えてたら。ふっふっふん。な、何よ。実は持ってきてたんだけどな。ほら。え、嘘。リンにはどうしようかな。一応とか言われちゃったし。ください。よろしい。爆発しろ。うわ。イーグルジャンプのバレンタイン。いくらバレンタインだからとはいえ、社内でイチャつくのはほどほどにしてくれないか。イチャつくって。はずきさんの分もありますよ。どうぞ。おお、すまないね。そんなつもりで来たわけじゃなかったんだけど。ん？ん？どうしたんですか、そんなまじまじと見て。小さい。え？ヤガミのよりも小さい。私ディレクターなんだけど、ヤガミよりも偉いんだけど。もう変なところで立場主張しないでくださいよ。いや、私からもあげますから、ほら機嫌直して。どうせギリだろ。どれどれ。ん、ヤガミ、これどうかしました？遠山くんに渡したものと同じ大きさに見えるんだが。おお、中身も全部同じですよ。店員さんがこれ美味しいですって。全部同じ。ヤガミ、お前。え、どうしたの？リン？知らない。分かってないな。私には義理でよかったんだよ。はあ、で、だって、ちょっと、ほらヤガミ、遠山くんが気を悪くしてるじゃないか。フォローしたまえよ。わかりましたよ。リンにはもう一つあげるよ。これで気持ちも2倍。たった2倍？え、じゃあ3、いや4つ、4倍。もう仕方ないんだから。え、いいのかい、それで。失礼します。おや、鈴風くん。これから向こうでチョコパーティーをするんですけど、葉月さんたちもどうですか？いいね、お邪魔しようかな。狭くなっちゃうから、私はここで自分の食べてるよ。私も、ありがとう。あ、じゃあこれ、そっちで配っちゃって。ありがとうございます。いただきます。そうだ、ヤガミと遠山くんにも。はい、これ、チョコレート。あ、ありがとうございます。散々文句言って一番小さいっすね。ふん、本命だと困ってしまうだろう。それじゃあ鈴風くん、行こうか。はい。お茶も入ったで。はい、チョコパだチョコパだ。では始めましょうか。じゃーん、うちはチョコット工房の人気チョコレート詰め合わせ持ってきたで。すごい、ネットだと予約開始即完売だったのに。そんなに人気だったの？せや、買うの大変やったよ。から私はチョコばかりだと思ったから、クッキーを。なるほど、みんなで持ち寄りシェアしようっていうことだね。はい、会社でこういうのをどうすればいいのか一二三先輩に相談したんですが、配るとなると再現なくなっちゃうかなって思って。うん、いいアイディアだと思うよ。ほら、はじめも買ってきたのだし。私は動物チョコレート。私もデパートで見ました。いろんな動物の形の可愛いチョコですね。ちっちっち、甘いよ青葉ちゃん。私のはそんな普通のじゃないんだから。ほら、これ見て。それはゴリラの置物。いや、チョコでできた塊だ。しかもかなり大きい。私の顔ぐらいありますよ。
やっぱこういうインパクトがないとね。せやけどそれ大きいけど一個やん。それじゃあみんなで食べられへんやろ。砕けばいいじゃん。でも砕くのはちょっとかわいそうですね。青葉ちゃんってこういうの真っ先に砕きに来るタイプじゃん。どういう意味ですか。ところで鈴風くんはどんなチョコを持ってきたんだい。結構迷ったんですけど、ちょっと背伸びして大人のチョコレートにしました。社会人のバレンタインですし。大人の。じゃん、ウイスキーボンボン。大人といえばお酒ですよ。お酒。青葉ちゃん、背伸びしすぎると逆に子供っぽくなるで。そんな。せっかく青葉ちゃんが選んだんだし、一つもらうね。おいしい。これって未成年が食べても大丈夫なの？あくまでお菓子だから問題ないよ。でも食べすぎるとね。じゃあもしたくさん食べてちょっと酔ってしまっておまわりさんに飲酒チェックされたら、逮捕？まだ会社辞めたくないです。ああ気にしすぎ。じゃあ私も一つ。お酒のいい香り、美味しいね。ほんならうちも。なんや、まだ仕事あるのに会社でお酒ってちょっと背徳感あってえな。これめっちゃいけるな。じゃあ私も。結構効くね。私もう一つ食べようかな。そんなに美味しいんですか。じゃあ私も食べてみます。青葉ちゃん、お酒って初めて？はい、社員旅行の時お風呂でひふみ先輩に舐めさせてもらったくらいで。おやおや、悪い先輩がいたものだね。ひふみくん、鈴風くんにお酒の味を覚えさせようだなんて。私は そんなつもりじゃなくて。でも本当にちょっぴりでしたので。酔ったらどうしましょう。大丈夫、暴れても私が何とかするから。よろしくお願いします。大げさすぎよ。では、はっ、どう？あ、おいしい。これが大人の味。苦手ではなかったみたいだね。もう一個だけ。はっ、ほどほどにね。葉月さんはどんなチョコレートなんですか？ああ、私の？まず、これはひふみくんに、どうぞ。はい。かわいい。ハリネズミのチョコレート？宗次郎みたい。ありがとうございます。それからこっちの犬は、篠田くん。普通の動物チョコで申し訳ないんだが。うわー、気にしないでください。すいません、ありがとうございます。冗談冗談。で、猫は飯島くん。これもめっちゃ可愛い。やっぱり葉月さんって気が利いてますね。面白半分でゴリラ買うてくる人とは違って。ねえ、私のこと？そして鈴風くんにはクマだけど、どうかな。わー、かわいい。はお、あ、青葉ちゃん、もらって。そうそう、一口で。クマさん、おいしい。あ、すっごいウイスキーボンボン減っとる。青葉ちゃん、いくつ食べたの？たかが数個ですよ。何ビビってるんですか？青葉ちゃんが。それよりはじめさん、このゴリラまだ砕かないんですか？なんなら私が砕いてやってやるですよ。いいですか？ちょっと青葉
ほら、貸してください。いくらなんでも素手じゃ。ゴリラね、こしゃくな、食べてやる。なあ、なあ、みんなのなのに。あぐっ、こ、こうして、こうゆっくり。アオバちゃん、もう食べないで。はじめ、あんた酔ったら何とかする言うてたやろ。ダメだって。アオバちゃん、さっきから何騒いで。うわー、あ、アオバ、お前何してんだよ。ヤガミさん、見ての通りです。こしゃくなゴリラに身の程をわきまえさせてやってるんですよ。アオバちゃん顔真っ赤よ。もう首まで食べられた。やれやれ、鈴風くん、来年の飲み会大丈夫かな。皆さんお疲れ様です。グラスをお手元に。では乾杯。乾杯。これは大人の飲み会。今日はお誘いありがとうございます。お礼ならクリスティーナに言ってあげるといい。発起人は彼女なんだから。ヤマトさんが？あ、ええ、まあ忙しいのも一旦落ち着いたと思いまして。そうだね、ベータ版も通ったということで作業的には一区切り。今日はそのおめでとうのみさ。いやいや、これから鬼のように忙しくなるの分かってるくせに。その通りです。油断は禁物かと。とはいえ今回のスケジュールは良好なようですが。 P の遠山くんが優秀だからね。私の目に狂いはなかった。恐縮です。やれることをやってるだけなんですけどね。それができる人、そしてそう思える人は君が考えているよりずっと少数だよ。謙遜してないで素直に褒められておけって。もうこうちゃんたら。うんうん、私も肩の荷が下りた分かなり仕事しやすくなったよ。葉月さんの暴走に拍車がかかっただけじゃ。ヤガミ、それは言い過ぎじゃないかい。同じものを。クリスティーナ、飲むペースが早くないかい。これくらい大丈夫よ。ヤガミさん、遠山さん、今日はこの機会にお二人に伺いたいことがあります。私たちに？遠山さんとは接する機会も多いですが、ヤガミさんとは頻繁にはお話できませんし、現場の率直な意見を聞けたらと。おいおい、お酒の席だよ。その方が忌憚のない意見も聞けると思うのよ。ヤガミさん、開発環境について何か不満や意見などありましたらぜひ。いきなり言われても。そうですね、強いて言うならうちのグラフィックはあまり分業ではやらせてませんけど、やっぱりもっと効率よくたくさん作るには分業すべきなのかなとか。確かに難しい問題だね。量産はできても一人一人のやりがいには響くかもしれないし。現状と同品質のものが効率よく作れるのなら出資する側としては魅力ですが。ですよね。あ、ほら最近よく聞くじゃないですか、たくさんの作業者のタスクを一度に管理できるシステムとか、あんなの入れたら一発なんじゃないかなとか。確かにあれは便利そうよね。話を変えましょう。え、どうしたんですか？あれはかなりコストのかかるシステムです。管理だけでも大変ですし、あんなのはもう超大手が超超大人数の超超超大規模プロジェクトでやって初めて黒になるシステムです。大手と何かあったのかい？残念ながら今のイーグルジャンプでは宝の持ち腐れでしょう。はあ、そうですよね。まあでもみんなの顔を見ながら仕事ができるのもうちの強みの一つだと私は思うよ。特に毎日可愛い女の子。では続いて遠山さんは？聞いてよクリスティーナ。 P
ーのあなたの目から見てどこか足りないところや欠けている人材などあれば。私は今のチームで結構うまく回っていると思います。もちろん作業者が増えれば単純な馬力は上がるけど、チームワークって一朝一夕で培えるものでもないですし、現状への意見とは少しずれますが、これからもいいスタッフをどう見つけるかが大切なのかなって。そうですね、単純なマンパワーでは補えない部分も多くあります。才能やスキルに秀でた人材を確保できるよう今後も考えていきたいですね。そこは安心してくれたまえよ。何せディレクターの私自らチームのことをよーく考え入念に選考しているのだからね。あなたが注目するのは履歴書の証明写真だけでしょ。ひどい、そんなことはないよ。うん、先ほども言いましたが、ペコの完成に向けてこれからも。ちょっと失礼します。もしもし、はい、外ですが大丈夫です。はぁ、ちょっと緊張するな。大人の人と飲みに行くことあんまないし。私たちも結構いい大人なのよ、こうちゃん。でもさ、気持ちはわかるけどね。ヤマトさんすごく仕事のできる人だから、雰囲気もあるし。あとさ、さっき飲んでたの結構度数高いやつだよね。自分のペースを崩さずに飲んで大人の女性って感じがするわ。はずきさん？いや、人それぞれでイメージが違うと思ってね。私からしたら今日のクリスティーナはとても可愛く見えるよ。可愛い？嬉しくてついついお酒が進んでしまっているんだよ。ああ見えてもね。本当かな。最初に言ってたようにベータ版が通ったお祝いをしたかったのが本心さ。じゃあさっきの仕事についての質問は？会話の切り口ってだけ。それにも一生懸命さを感じたしね。私と差しで飲むときはもう少しゆるゆるなんだけど。あのヤマトさんがゆるいですか。キャラコンペの後だって居酒屋で随分嘆いていたものさ。私も慰めるのに必死だったよ。嘘。ある意味クールに割り切ってると思ってましたが。ゲームにかける情熱は現場の我々とは立場が異なるかもしれないけど、決してクールではないよ。そうだったんだ。今まで変に意識しすぎてたけど、いろいろ話してみようかな。クリスティーナも喜ぶよ。海外のゲーム事情にも詳しいしね。何でも相談してみるといい。私も印象と思い込みでヤマトさんのイメージを作ってしまっていた気がします。そうだと思う。胸の内に秘めた思いはそうベリーホットさ。そうそう、二人で明かしたあの夜も、情熱的に。何が情熱的ですって。意外と早かったねクリスティーナ。いつ戻ってきたのかな。何かがベリーホットとは聞こえたわね。すみません、途中で失礼しました。いえいえ、お気になさらず。どうしました？私の顔に何か。ヤマトさん、これからもよろしくお願いします。よくわかりませんが、もちろんです。ああ、もう一回乾杯しましょうよ。飲みたい気分高まってきちゃったし。明日に響かない程度にね、こうちゃん。はい、メニュー何か新しいの頼んでおく。どれがいいかな。まあ値段と相談だけど。あ、今夜の支払いは私が個人的に持ちます。お好きなものを頼んでください。うお、それは悪いですよ。本当かい。じゃあ私はね、このヘネシーの XO っていうやつを。しずく、分かった顔して単に値段で選んでるだけでしょ。とりあえずしずくは空のグラスで乾杯しなさい。私だけ仲間外れ。矢上さん、お願いします。それでは改めて、いいゲームといいチームに愛を込めて。それでいいわ。じゃ、乾杯。
本日はお集まりいただきありがとうございます。あおっち硬い硬い、ほとんど同い年の集まりなんだし、もっと気楽に行こうよ。そうかな。いえ、やっぱり青葉さんは先輩ですから、けじめはしっかりしないとです。そうだよね。もう桃ったら、ねねっちもそういう意味で言ったんじゃないよ。僭越ながら鈴加瀬青葉、乾杯の温度を取らせていただきます。あらら、逆にかしこまっちゃった。おほん、それでは改めまして、乾杯。今夜どこかの肉バルで。こういうお店に来るのって実は初めてだったんですけど、雰囲気も明るくっていいですね。うん、肉バルっていうの結構流行ってるんだよね。お肉楽しみです。もみじちゃんならきっと気に入ってくれると思ってたよ。うっ、守ったら青葉さんにがっちり心を握られてるじゃん。そんなことないし。しかも今日はなんと食べ放題飲み放題のコースです。うわー、いやでもそれだと高いんじゃ。今日くらい気にしなくていいって。お給料も入ってるし、好きなだけ食べな。本当？ああ、大丈夫だよ。今日は私のおごり。先輩らしくおごらせてください。本当？やったー！鈴風先輩！ねねっちに先輩呼ばわりされるとなんだか気持ち悪いな。ひどっ！でも、さすがにそれは申し訳ないです。いいって。ほら、このメニュー表を見てみて。おお、これはどれも美味しそう。そこじゃないって、値段安いでしょ。このお店安くて美味しいって評判みたいで、だから気にしないで。じゃあごちそうになります。もうあおっちは下手だな。最初におごるって言うとね、どうしてもかしこまっちゃうんだよ。え？できる大人はね、何も言わず食事をして、いざお会計の時にさっとカードを出して、これでお願いします、で済ませちゃうの。おお、確かにそれだとスムーズだし堅苦しくならない。ってなんでねねちがそんなこと知ってるの？海子さんがファミレスでそうしてくれた。さすがですね海子さん。いいから早く早く頼もう。そうだね。どのコースがいいか決まった？桃、これが美味しそう。だけどこれ一番高いコースだし。そうだね、この辺にしとこうか。うん、分かった。ちょ、そんな悲しそうな顔しないで。大丈夫大丈夫だから。そうだよ、今日は鈴風先輩のおごりなんだから、バーンと一番高いコースにしよう。ちょ、ねねっち煽るな。ねねっちに言われるまでもなく、もちろんそのコースを。でも一番高いのだけ急にドーンと高くなってるんですよね。だいたい安いんですけど。本当だ。でも選べる料理を見ると美味しそうだよね。ここは先輩として。あおち、おごるっていうのはね、値段じゃないんだよ。おごるかおごらないかの二択なの。その覚悟がないならおごるべきじゃないの。うわ、いやそれはさすがに。大丈夫、気にしないで。じゃあ一番高いの頼もっか。青葉さん、ありがとうございます。ちょ、ママも乗るな。結局上から2番目のコースで落ち着いたけど、結構豪華なビュッフェだったね。たくさん持ったね。もみじちゃんたちは美味しそう。よかった、喜んでもらえて。私はバーニャカウダとパエリアとローストビーフを取ってきたのだ。がっつり前菜メインご飯だね。あ、写真撮っちゃおうっと。見て見て、美味しそうに撮れたよ。もう本当だ、
女子会的っていうか、いいねがいっぱいつきそう。で、ももは一通り鶏と豚と牛だよ。欲張りすぎ。なんだその量は。一度に持ってくるからなくなっちゃうと思って。もみじちゃんも写真撮る？そうですね。見てなる、どう？悪くはないんだけど、深夜の飯テロというか、女子っぽくないというか。いいじゃん、美味しければどっちでも。確かに。早く食べよ食べよ。いただきます。いただきます。うまい。本当だ、美味しい。よかった。もみじちゃんは？美味しいです。たくさん食べようね。はい。口に物入れながら喋らないの。どうしたの？あのテーブル見て、すっごくでっかい肉。何あれ？シュラスコだっけ。口焼きにした肉をテーブルで食べたい分だけ切り分けてくれるってやつ。ファンタジー系のゲームに出てくる豪快な肉料理って感じだね。串もよく見るとちょっとした武器っぽいな。思考がすぐゲームのことになっちゃうんだから。長い串にこんがり焼けた肉の塊が突き刺さって、美味しそう。ももは今お皿いっぱいにお肉取ってきたでしょ。嘘、もう食べたの？あれはコースに入ってるんですか？メニューになんて書いてあったっけ。やっぱシュラスコはさらに別料金だ。まあそうだよね。でもビュッフェが食べ放題なんだし、私たちは私たちで。シュラスコ肉。こら、じっと見つめるんじゃない。向こうのテーブルのお客さんが不審がってる。おごるときは覚悟二択。何ブツブツ言ってんの、アオチ。よし、あれも頼んじゃおう。いえ、でもそんなつもりじゃ。いいのいいの、私も気になっちゃったし。うれしいです、ありがとうございます。本当にいいんですか？大丈夫だって、鈴風先輩、あざーす。そうして私たちはひっきりなしに運ばれてくるシュラスコに舌鼓を打ち続け、ビュッフェを何度も往復し、お腹いっぱい美味しいご飯を食べました。ただお会計の時、微妙に50円足りず、ネネッチにこっそり補填してもらい。頼みますよ、鈴風先輩。次からはもう少しスマートなお会計のできる大人になりたいです。ギリギリの到着になってしまいましたね。待ち合わせ場所は確かここで。さくらさんから。もしもし、海子です。すみません。いきなり大きな声を出さないでください。どうしました？あの寝坊して家を出るのが遅くなりました。すぐ行きますから、どこかで適当に待っててください。もしもし、すぐってどれくらいなんですか？もしもし。なぜ休日までさくらさんに振り回されなければならないんですか？ネネと海子のラプソディ。この喫茶店だよね。海子さんは？さくらさん、こちらです。ごめんなさい。お静かに。とりあえず座ってください。はい、すみません。さくらさん、昨日あなたが私に言ったことを覚えていますか？お休みの日に申し訳ないですが、プログラムでまたわからないところができたので相談に乗ってほしいです。ついては12時に新宿駅前で。
です。一言一句間違えずに言えたのは地味にすごいですね。ですが今は13時です。重ね重ねすみません。まあ済んでしまったことを言っても建設的ではありません。どこがわからないんですか？ですね、あ、そう、ここ、ここの動作がおかしくて。ここはこうすればいい話でしょう。ああ、解決した。何それ、すごい。初歩的なミスですね。ですが、新しいものに取り組もうという姿勢はいいと思います。本当？わーい。しかしこれ、電話かメールでも済んだ話じゃないでしょうか。確かに。では問題解決ということで私は失礼します。ちょっと待ってください。わざわざお休みの日に出てきてもらったのにこのまま返しちゃったら私の気が済みません。せっかくだから今日はお礼をする日にします。お礼ですか？ネネクエストが完成したのも海子さんのアドバイスがあったからだし、なのにまだちゃんとお礼をしてなかったなって思って。そんな気にされることはないのですが。いいえ、今日は私がエスコートします。そう、接待ですよ、接待。さくらさんの都合とペースに巻き込まれている気がするのですが、まあいいでしょう。よーし、それじゃあまずメイド喫茶に行きましょう。お店の人が勝手にチヤホヤもてなしてくれるし。あなたが接待するのではなかったんですか？じゃあ海子さんが見たいところとかないですか？私が？そうですね、新しい製品を見に久しぶりにミリタリーショップ巡りなどだったら。あ、銃とかはあんまり興味ないのでそれ以外で。あなた、接待の意味を辞書で引き直すべきでは。二人とも楽しいところに行きましょうよ。私だけとか海子さんだけとかじゃなくて、お互いに。二人ともお互い？だって一人で回れるところよりも二人でしか行けないところの方が私もいる意味があるし、それに私も楽しい気分になった方がよりお礼する気持ちもこもると思うし。特に後者が超桜さん理論な感じもありますが、言いたいことは分かりました。でしょでしょ。しかしそうなるとどこがいいでしょうか？任せてください。おすすめの場所があるんですよ。よりにもよってこことは。都内にあるなんてすごいですよね。さくらさんと今日こんなものに乗ることになるとは夢にも思いませんでしたよ。こんなものって？ジェットコースター。一度来てみたかったんですよ。なんですって？海子さんと遊びに。最高傾斜角度80度から一気に落下し130キロまで加速するスリル、嫌いではありません。たまに大きい声出すとすっきりしますよね。さくらさんは常に騒いでいると思いますが。それはあ、ほら見てください、落下した時に撮られた写真が貼り出されてる。ごまかしましたね。みんなすごい顔。海子さんも顔色一つ変わってませんね。逆にレアな感じ。いえ、十分にスリリングでした。写真買うんですか？なんか変な顔になっちゃってるし、いいや。じゃあ次どれ行きます？このグワングワン揺れる船とかも楽しそう。立て続けに絶叫系ですか？三半規管にスパルタですね。海子さんほどスパルタでは。何か言いましたか？いいえ、じゃあ、あれにします。メリーゴーランド。最近全然乗ってなかったし。家族連れや子供くらいしか並んでいる人が見当たりません。そうですね、ま、気にしない気にしない。いえ、私はちょっと。ほら早く行きましょう。さくらさん、手を引っ張らないで。結構上下に動くんですね、馬。どうして私が。ほらほら楽しまない。
パカラッパカラー。さっきから海子さん下向きっぱなしですけど、もしかして酔いました？いいえ。じゃあ馬が怖いとか？そうでもなくて。じゃあ後ろにある馬車が怖い？何かが怖いわけではありません。ちょっと人の目が。だいたい私へのお礼という話でしたのに。可愛いんだしいいじゃないですか。馬に乗ってる海子さん、お姫様みたいですよ。からかうと撃ちますよ。ちょっとメルヘンな馬の上で凄むのやめてくださいよ。はあ、結構面白かったですね。まったく、とんだ恥ずかしめを受けました。あ、もしかして私一人で楽しんじゃってました？さっき来る前二人で一緒にって言ってたのに。いえ、お気になさらず。じゃあ次のアトラクションで接待の挽回を。って、お、さくらさん、どこに行くんです？ゲームコーナーのところに何が？みっけ！こういうところにあるガチャってレアなシリーズが売れ残ってたりするんですよね。篠田さんからも聞いたことがあります。確かに世間からある意味隔絶されたところに置かれてますし、思いがけず売れ残ること。何をじっと見てるんです？ん？世界の銃弾シリーズ発売間もなく瞬殺、コンプリートセットはオークションで高値もついたレアシリーズ。運よく全20種中19個までは揃えられたのですが。惜しい、あと一つで揃うのに。ここであったが100年目回さざるを得ません。頼みますよ。どうでした？ダブリです。20発目の。じゃあ私もやってみよっかな。あ、でもラス1みたい。ま、残り物には服があるってね。よいしょっと。ねえねえ海子さん、これ本当に20種類もあるの？海子さんが出たやつと同じにしか見えないんだけど。それは私が唯一持っていない最後の一発。これ海子さんの欲しいやつなんだ。何ですか、その弱みを握ったような顔は。欲しいですか？いいえ、欲しくないです。またまた、本当は欲しいでしょ？欲しくありません。なんでですか？持ってないんですよね、これ。きっと何かさせる気でしょう。さすがにわかりますよ。私がそんなことするように見えます？見えます。さくらさん、すみません、そんなつもりでは。なんて嘘ですよ。帰ります。ごめんなさい。ほら、これあげるから許してください。さくらさんといるととても疲れますね。すみません。とても疲れますが、退屈はしません。海子さん、ではこれはありがたくいただきます。あ、はい、どうぞ。私だと思って大事にしてくださいね。では日々雨風にさらされるようバッグにでもつけておきましょうか。さくらさんだと思って。そんなではそろそろ次のアトラクションに向かいましょうか。今日はまだまだ時間もありますから。
また疲れやすくって体力つけたいなって。大丈夫？疲れっぽいって無理とかしてない？うん、平気だよ。あ、今日はねねち一人？あおちは？ああ、進路相談でちょっと職員室行ってくるって。すぐ来ると思うよ。うん、わかった。よし、じゃあ10回目指して腕立て伏せして待ってよ。よいやいや、普通に待ってようよ。ファーストオブメイ。まだかな。あおち遅いな。進路のことだから話し込んでるのかもね。隠れてて驚かしちゃおっか。悪いよ、気を悪くするかも。にっしっし、あおちなら大丈夫だって。それくらいじゃ怒らないよ。本当に？これでも付き合い長いんだから。ま、びっくりして思わず尻餅ついちゃったりするかもだけど。付き合い長いって言えばさ、ねねっちはあおちといつから友達なの？あれは確か小学校より前の時、お使いに八百屋さんに行ったんだけど。すみません、スイカ一玉ください。私もスイカ一玉ください。って具合に買うものが被っちゃったんだけど、その時スイカ一玉しか残ってなかったんだよね。うん、それで？ねねの方が最初に来たからねねのだよ。それじゃあこのスイカはねねが買うっていうことでって言ったんだけど、そしたらあおち、倍払います。え、子供の時だよね。さすがに、なんだこの子って思ったよ。でもそこからなんで仲良くなるの？慌てない慌てない。そしたら、じゃあねねは10倍払う。100倍払う。そんないっぱいお金持ってるわけないでしょ。家の押し入れの中にたくさんあるの知ってるし。そうやって言い合ってたら、見かねた八百屋のおじさんが半分にして100円ずつでいいよっておまけしてくれたんだ。あー、100円で買えた。やったー。それが出会い。何それ？それから仲良くなって一緒の小学校にも行ってって感じかな。その頃から一緒にゲームで遊んだりしてたの？あおちとゲームの話で最初に盛り上がったのって6年生の時かな。あおちが予約したフェアリーズ1を買いに行く時に私も一緒についてって。あ、前に聞いたゲームだね。あおちは絵が好きだからって理由で買ったみたいでさ。でもそれがきっかけでゲームの絵を描く人っていうのを意識するようになったんだと思う。そっか。でもそういうのって偶然じゃないよ。え？人生を変えるような出会いって、人でも作品でも会うべくして会うって思うんだ。だからねねちとあおちも、あおちとフェアリーズも運命でつながってたんだよ。私の場合はスイカの取り合いだけどね。でもさ、それを言うならホタルンと私たちも同じ運命的な出会いみたいな。ありがとう、そう言われると嬉しいな。あ、多分アオチだ。ホタルン隠れて隠れて。本当に驚かすの？いいからいいから。ぷぷぷ。お待たせ、遅くなっちゃって。あれ、ねねち先に行ってるって言ってたのに、ホタルもいないし。わーだったー。お尻打った。大丈夫アオチ。大成功。あれ、そのアオチのお尻の下で潰れてるのは？遅れちゃったお詫びにと思って売店でたい焼き買ってきたんだけど。ごめんね。でもちょっとぐらい潰れてても食べられるから。
タイの口からあんこが飛び出てる。ねえねえちー、待て、アオチ、これには海よりも深いわけが。思いつきでただ驚かそうとしただけでしょ。うっ、どれだけ長く付き合ってると思ってるの。ねねっちの考えることくらいお見通しなんだからね。付き合いの長さの弊害が。それじゃあお仕置きのくすぐりの刑を。助けてホタル。私、待ってこら、逃げるなネネッチ。だから私たちの運命の出会いが。何言ってるの、弁償だよ弁償。10、いや100倍返しで。友情にお金は不要だよ。それを言えるとしたら私の方だから。出会うべくして出会ったんだよね多分。大変だ大変だ、ねねね小僧が出たぞ。おえぷっぷっぷん、ここに隠れてるとも知らないで行っちゃった。この舶来品のプリンさえあれば。でもとりあえず一つ味見しちゃおうかな。目を回しちゃってだらしない。琉球忍法アテミデコピンです。ツバメさん、逃げられないよう縄をかけてください。了解です海子師匠。さて上様、この者いかがしましょう。江戸を騒がす怪盗ねねね小僧か。悪人からしか盗まないと聞きます。しかし泥棒は泥棒です。奉行所に突き出すしかないですよね。そうだね。ただどこ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 だ。さっきの追っ手が戻ってきましたね。二人とも引き上げて。ここは私が。御意。それでは。はっ。どこだどこだ。とこりゃゆふみのすけさんじゃないですか。こんな遅い時間に一人歩きですか。ちょっと夜風に当たりたくて。それよりどうしたのはじめちゃん。童心のあなたがそんなに慌てて。あ、ええ、飯島屋の蔵にねねね小僧が押し込みに入ったって話でして。ねねね小僧ならそこの物陰で伸びてるよ。そこの物陰？そこの物陰、物陰、なあ、いた！こら、捕まえたぞこいつ。ん？勝手に縄に絡まってら。騒がしいようですけど何かあったんですか。おう青の字、ほら見てよ、怪盗ねねね小僧を捕まえたんだ。なんでいつの間に。よし、頭巾の下のその素顔暴いてやる。取れないで、いやだ。あまり乱暴はダメだよ。その顔ってねねっち。大江戸プリン鳥物町。はあ、あらあら、往来で大きなため息。あ、リンさん。わしとび亭の看板娘がそんな暗い顔で。何か悩みがあるならおせっかい焼きな遊び人のリンさんが相談に乗るわよ。あ、ありがとうございます。昨日怪盗ねねね小僧が捕まったじゃないですか。ええ、河原版で見たわ。それねねっちだったんです。え、それって青葉ちゃんの幼馴染の。
はい。悪い人からお金を取って貧しい人に分け与える正義の貴族、ねねね小僧。それが友達だったなんて。でも昨日はなぜか飯島屋に押し込んだのよね。あそこは真っ当な商いで有名なのに。多分私の育ての母、一緒に住んでるお甲さんのためなんです。え、お甲ちゃんの？身寄りのない私を引き取り面倒を見てくれたのが長屋のお甲さんでした。そのお甲さんがここのところずっと病で床に伏せてまして。最近姿を見ないと思ったらそんなことが。お医者さんには需要があるプリンを食べさせなさいって言われました。それが何よりの薬になるって。でもプリンなんて高価で珍しいもの、売っていたとしても。はい、とても手が出ません。それをネネッチに話したら任せとけって。確かに飯島屋はこの江戸有数の大棚、南蛮渡来の品々や珍しい食べ物も置いてるから、もしかしたらプリンも。それでネネちゃんは。町の人はネネネ小僧を島流しだって言ってるし、お甲さんのこともあるし、私どうしたら。元気を出して青葉ちゃん。一度長屋に戻りましょう。私も一緒に行ってお甲ちゃんをお見舞いするわ。ただいま帰りました。おかえり青葉。お甲ちゃん具合はどうなの？なんだ、凛の字も一緒だったのか。なーに、大したことないよ、これくらい。ほら、無理して起きてないで寝てて。ごめんな、青葉。お前には苦労をかけて。それは言わない約束でしょ、お甲さん。今は体を休めるのが一番だよ。そうだね。じゃあ、お言葉に甘えて。少し眠らせて。寝ちゃったわね。私の前だと無理して元気なふりをするんですけど、本当は起きてるのも辛いはずで。プリンが、プリンさえあれば。リンソン、一度飯島屋に行ってみるわ。プリンを買えるかはわからないけど、このままお甲ちゃんを放ってはおけないから。私も行きます。いらっしゃい。何でも揃う飯島屋ですよ。いらっしゃい、見ていってください。税が出るね、ホタル。お、アオチ、うちで買い物？ちょっと。もみじちゃん、大旦那はいる？はい。旦那様、お客様がいらっしゃいました。なんやなんや、この忙しい時に。ごめんなさいね、飯島屋さん。あの、プリンを売ってください。プリン？お金はなんとか工面しますから、どうか。うちではそないなもん取り扱ってないで。だって昨日ねねね小僧がプリンを盗んだんですよね。お店にあるなら用立ててくれないかしら。はぁ、もうなんなん。こっちは昨夜の押し込みの被害者やで。それを次から次へとぶしつけに。次から次？さっきもほら、長屋の、なんて言ったっけ、貧乏旗本の三男坊の徳田一二之助さんです。せや、昨日のことを詳しく聞きたいって来てた。徳田の興味本位か知らんが迷惑な話よ。うちはこれから出かけるんよ。なんか聞きたかったら小僧たちに聞き。ほな。あ、行っちゃった。忙しいのね、大旦那は。
最近武家屋敷の方によく行かれるようです。位の高いお大臣様から呼び出されて。確か今夜も。ああ、それは内緒のはずだよ。そうでしたっけ。ねえホタル、本当にプリンはないの？どうしても欲しいんだ。何か知ってるなら教えてくれないかな。それは昨日までは蔵の中にたくさんありました。もみじちゃん、ごめんね。青地、大旦那様から口止めされていたんだ。お城に上納する大事な品、売り物じゃないからって。そうだったんだ。ただ残念ながら今朝には全部なくなってました。ねねね小僧が全部盗んでいっちゃったってこと？いえ、それは絶対に無理です。一人で運べるのはせいぜい一箱。蔵の中には20箱以上ありました。入手困難な舶来のプリンがそんなに。不思議なんです。お城に納めるものはお役人様が必ず取りに来るはずなんですが。ここ数日お城の方はいらしてません。それに旦那様は奉行所には盗難の届けを出さなくていいと。どういうことなんだろう。盗まれた以外のプリンの行方、少し気になるわね。お晩です。雫の神様にはご機嫌うるわしゅう。固い挨拶は抜きだ、飯島や。ほら、外は冷えただろう。まずはぐっと飲みたまえ。そう、ぐっと。ああ、いただきます。ドゥフッフ、飯島や、お主もあわるよの。いやいや、何の脈絡もなく言うても意味わかりませんって。こういうのは雰囲気かなと思って。それよりもだよ、飯島や、プリンが一箱を盗まれたそうじゃないか。ねねね小僧とかいう小悪党に蔵の中を嗅ぎつけられてしまうとはね。けど花井に次から次へ大量に預けられたら隠せるもんも隠しきれんです。君のところが最適なのさ。飯島屋は江戸有数の海鮮丼屋、人と物の出入りが激しくても怪しまれない。せやけど。まあ、盗まれた一箱以外は夜明け前に回収させてもらったよ。いつも通り闇の市場に流してずいぶん儲かった。今回の押し込みでいろんな人がうちのこと調べよるんです。もしそれでいろいろバレてもたら。大丈夫だよ、君のことは私が守る。もちろん君の妹さんと弟さんのこともね。レンとミュウには手出さん約束ですやろ。安心したまえ、私は可愛い子の味方さ。ただし裏切らない限りはね。わかりました。ドゥフフフ、プリンを売りさばいたお金で賄賂もばらまき放題。この江戸家老葉月しずくの神もずくの地位も安泰というわけだ。でふわ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 。その悪事見過ごすわけにはいかない。誰だ。何者だ。あんたは徳田ひふみのすけ。浪人風情が、ここを誰の屋敷だと思っているんだね。あのそのあなたは悪いことを いっぱいして、緊張して声が。でい者ども、出会え出会え。クセ者だ、切り捨ていい。待って、その方嫌な顔を。顔だと。おお、結構可愛いじゃないか。よし、なら無傷で捕らえろ。そうじゃなくて。お待ちなさい。リンさん、それに全部聞かせてもらいましたよ。江戸家老葉月雫の神もずく、
飯島屋を卑劣な手段で抱き込んで舶来品の大量横流し、己の地位を守るためばらまいた汚いお金は一体いくらになるのかしら。チンピラと町娘がぬけぬけと、すべて知られたとあっちゃおとなしく返すわけにはいかないね。君たちのような、あ、君たちのような、かわいい子捕まえて一生私専属の女中にしてやる。いずれ私だけの大奥を作るのさ。なへー、こわ、なんかあの人こわ。素直に捕まるほどおとなしくないわよ。無理を強いるって言うのならこの凛さんの桜吹雪が。黙っちゃいないわ。桜の入れ墨、あの日のところに、なんて見事な。そんな彫り物を見せつけられておじけづくと思ったか。あ、者とも、かかれてやあ、あ、兄さん、危ない。強い、あんだけの数を相手に素手で、あっという間に。あとはあなた一人よ、神妙にしなさい。かくなる上は、そこの浪人だけでも腹いせに、好き放題にしてやるわ。私、良いではないか、良いではないだ。このお方に手を挙げることは許しません。出た、琉球忍法マシンガン奏者の術。それって術な。さらにてい、いた、いったー。もう忍法本気でコピン。威力10倍増しです。うー、もうダメ。やっつけたの。御用だ、御用だ。なんだかわかんないけど、御用らしいってことで来たぞ。御用だ。さあ、お縄につけ。ちょっと待ち。うちはたまたまここにおっただけで、ひふみのすけさんが商人や。あれ、おらへん。リンさんもいつの間にかいませんよ。御用だ、御用だ。とりあえずみんな捕まえろ。江戸画廊の私がこんなところに。私、島流しになるのかな。でもどうしてネネッチも一緒にお裁きを受けるのかな。静かに静かに。これより北町奉行遠山林左衛門様、あ、ご出座。これより飯島屋プリン強盗の件、並びに江戸家老葉月雫の神もずくの屋敷での立ち回りを吟味いたす。一同の者、顔を上げよ。北町奉行殿、私は被害者だよ。だいたい飯島屋のことは私と関係ないだろう。それなのに罪人や町人と一緒に並べ立てるなど無礼千万じゃないかね。飯島屋の蔵より先頃盗まれたプリン、これはもともと葉月殿のものと聞いている。幕府の許可なく舶来の品を闇で売り抜き、私腹を肥やそうとした、そういないか。な、何よバカな。ほら、飯島屋も私を弁護したまえよ。うちはそして屋敷で起きた立ち回りは、その情報をつかみ葉月殿に迫った善意の者たちの口を封じようとしたものだと。そうです、私聞きました。で、うるさい、そんなの嘘っぱちだ。あ、オッチは嘘なんてつかないよ。黙れ黙れ。
こんな町娘やヌスットと幕府高官のどちらが信用されると思うのかね。リーさんも一緒でした。リーさんにも話を。はあ、そんなチンピラが一人増えたからって何にも変わらないよ。葉月殿、そのリンさんとやらがチンピラとどうしてご存知なのです？それはとにかく言いがかりはよしたまえ。早くそこの泥棒に罪状を言い渡して、とっととこの馬鹿げたことはもうやめて。何が馬鹿げたよ。いくら偉くてもおしらすの裁きを軽んじるその発言、許せないわ。お奉行様、口調か。黙ってればベラベラと。昨日の夜もそうだったわね。さも自慢げに自分の悪事を全部自分で喋ってたんじゃない。何を。文句や反論があるのならこの遠山桜に聞いてみる。その桜の彫り物は。嘘やろ。遠山様が凛さんで。だけど、言いがかりだ！画廊の私の王が偉いんだぞ！知るか！まだごねるんかいな！往生際が悪いぞ！ブーブー！だったら、もう一人証人がいるよ。あなたは昨日の。浪人一人が増えたところで何も変わらないさ。知らない。私は知らない。葉月雫の神もずく、その方世の顔を忘れたか。世だって。そういえば昨日もよく見た時になんか引っかかってって。ああ、まさか上様。文之助さんがお殿様やて。123代将軍徳川一二三様だ。そんな。わざわざ申し訳ありません、上様。いいよ、凛ちゃんが困っていたから。さて、葉月雫の神もずく、私欲を満たすための抜け荷に横流し、また贈賄罪に可愛い女の子へのセクハラなど余罪多数。追って沙汰が下るまで女人牢への収監申し渡す。女人牢。ほらプルプル震えてないで早く立って。やったー。わーい。女人牢ということはつまり周りは女の子しかいないということだね。さあ早く行こう、今すぐ行こう。同心君。ちょっとこら、なんか喜んでた気もするけど、よかったのかな。引き続き飯島屋。はい。雫の神の悪事に加担していたものの、肉親を盾に取られての強制だったと聞く。よってお咎めなし。ありがとうございます。ついでその飯島屋へのねねね小僧の押し込みだが、ネネッチも深く反省してると思います。アオッチ、プリンも私のため、お甲さんのための盗みだったんです。ネネッチを罰するなら私も罰してください。いえ、罪を犯したのは私です。だから罰を受けるのも私だけです。私もだよ。私だけだって。心配には及ばないよ。将軍様。ねねちゃんはあくまで協力者ね。海子さん、ツバメちゃん。はっ。うわあ、どこからともなく。昨日のくのいち。ねねちゃん。はい。あなたは今回雫の神の悪事を暴くために私のお庭番のお手伝いで証拠のプリンを取ろうとしただよね、海子さん、ツバメちゃん。ええ、上様の仰せの通り。異議ありません。本当にそれでいいの？いいのかな。感謝してよね、
この貸しはいつか返してもらうから。じゃあ来世あたりで一つ。そんな先？でもやっぱダメですよ。前にも私はいろんなところに。ねねね小僧の素顔は誰にも知られてはいない。あくまでこたびのこと、町娘ねねが初めて押し込みをしたというなら情状酌量の余地はある。追って沙汰を待つように。わかりました。兄さん、いえ、遠山様、本当に本当にありがとうございました。私のことはお母ちゃんたちにも内緒よ。はい、わかりました。それじゃあまたお母ちゃんのお見舞いに行くわね。ではこれにて一件落着。こうして悪事を働いた雫の神は役職を解かれ、江戸城より追放された。ねねは海子に弟子入りし、ツバメと共に隠密として活躍。飯島屋はその後も商売に精を出し、ますます繁盛したという。そして凛さんは、ごめんください、お邪魔します。いやー、すっかりすっかり回復。ちょ、お母さん、だらしないですよ。お、リンド、いらっしゃい。お母ちゃん、その格好。いやー、誰かからもらってきたっていうプリン食べたらさ、すっかり元気になっちゃって。なんでふんどし一丁なの？女子なのに。